会お疲れ様でした。感染者が出ますとすぐに必要通過いたしますので、お足元にご注意ください。左の方ご覧ください。標高 1982m、 西日本最高峰の宇都宮県上の町として知られる愛媛県四国中央市の選手工場群、右の方にはさらしの小平さんで有名な造具さん、道路鉄道併用橋としては世界一の規模を誇る瀬戸大橋をご覧いただくことができます。ここ香川県は全国でも雨の少ない地方と言われ、県内には約1万4千ものため池があると言われております。前方に広がっております緑平野にも約3千のため池が点在しております。ちょうど正面が人口約6万4千人の川西で、低い山が2つ並んでおりますところが四国連城第68番地に69番観音寺、そしてその砂浜には巨大な海営通報の砂があります。小戸公園が広がっております。ちょうど中間地点になっております。ここは天理山は春には山桜、山続き、夏には新緑、秋には紅葉、冬には景色と四季折々の景色を楽しむことができます。特に山中付近は下界よりも約7度温度が低いことから、6月下旬から咲き始めた紫陽花は夏を過ぎて9月頃まで楽しむことができ、また冬には樹氷や氷河になれます。またここ野原町には萩の花で有名な萩原寺、中世ヨーロッパの古城を回せる日本最古の石積み式を扱う法然池などの観光地がございます。地獄地を通過いたします。入れますのでご注意ください。
想定文では徳島県那賀町第21番札所大龍寺園のロープウェイ、香川県那賀町85番札所薬理寺園のケーブルカー、そして徳島県池田町コーピオクライン外人のロープウェイを購入しておりますので、ご利用ご参拝を心に申し上げております。まもなくガード区域に到着いたします。到着の際コースが多少揺れますのでご注意ください。本日も運転時ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございます。またのご利用ご参拝をご連絡申し上げております。コンドル側面揺れ止めに当たりながら入域いたします。